NHK 大阪局の高瀬浩三アナウンサー47が28日放送の E テレ、三輪明宏愛のモヤモヤ相談室50-0に出演。歌手、三輪明宏88に苦笑した。三輪が、あなた髪の毛、直しなさいね、と指摘すると、高瀬アナは、髪の毛、くたびれた鳥の巣、という風に表現していただきまして、ちょっとそこも第2章を考えたいと思います、と平謝り、そう、まっすぐにね、と満足げな三輪に、高瀬アナは、一度水に流して、ありがとうござ、いました、と応じていた。三輪明宏、1935、昭和10年5月15日生まれ。長崎市出身、本名、丸山明宏、国立四大付け校中退。52年、銀座のシャンソン喫茶、銀パリ、と契約し17歳で歌手デビュー。シャンソン、メケメケ、の日本語カバーや、酔いと負けの歌、のヒット、舞台、黒トカゲ、などで何度もブームを起こし、映画、もののけ姫、など声優でも活躍。2012年に77歳で NHK、紅白歌合戦、最年長初出場。